カートに戻ろう。カートに戻って、注文手続き行ってみます。注文の商品、ブラッドオレンジアームズ1個、確認する。支払い手続き。なんかおまとめのあれが出てこないけど、とりあえず注文は確定してみましょう。はい、とりあえず注文完了です。どうすればいいんだこれ。そしたらマイページにちょっと行ってみます。マイページに行って、ここですね、ご注文のおまとめっていうのがあるので、これを押してみます。はい、そうすると、お、出た出た、2014年5月配送のおまとめ可能リストで、これでおまとめ選択画面、おまとめチェック、これとこれをしてみて、これで、この間注文予約したフィギュアーツと、今回のアームズチェンジシリーズ、これがまとまるんじゃないかな、確認。住所とかの後に、こういった画面が出てきました。今予約したアームズチェンジブラッドオレンジアームズと、先日予約したフィギュアーツトリケラレンジャー仮面ライダーシン、バジンファイズセット、全部が1個になってますね。で、お支払い情報の選択ですね。もう一回支払い方法っていうのをこう選ばなきゃいけないんですね。支払い方法を選択した後、こんな画面になって、おまとめする。ポチ。はい、ご注文おまとめ完了。これで、5月発送分で全部まとめあったみたいですね。はい、できるだけね、こういったものはね、送料を抑えたいですしね、まとめれるものはまとめてね、余計なお金使わないのが一番ですよね。一回送ると520円だったかな、かかるので、だからまあそういったところでね、いちいちその都度別々にするとね、さっきの3700いくらの外務が、まあ、500円上乗せになるから4200円とか4300円ぐらいになっちゃうんで、それを考えるとね、どうせ頼むんだったらね、一緒にまとめちゃった方がいいですよね。で、次ね、これブラーボね、4320円ですか、ぼちぼちしますね。まあ、新規造形でね、このトゲトゲとかを見る限りではこれぐらいしちゃうのかな。ブラーボの発売日は7月ですね。7月発送予定なので、7月のフィギュアーツとかね、あと他のプレミアムバンダイのものとかと一緒にまとめれるので、まあまとめるのね、そんなに大変じゃないっていうか難しくはなかったので、ね、これでちょっとどんどんまとめていろいろ注文してみたらいいんじゃないかなと思います。困っちゃいますね。これちょっとね、欲しいんですよね。4月発送か。4月注文してるな。4月はね、なんだっけ。あれ、恐竜ゴールドとか4月だったっけな。あれ3月か。ライドシューターも3月か。4月はロードセクターだ。ロードセクターと、なんか頼んでるね。もっとこの柄のものいっぱい作ればいいのに。結構好きなんだよな。そんなわけで、プレミアムバンダイで、おまとめ注文してみました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。